ラウルトグニネとは、ブラジルミナスジェライス州、ベロ・オリゾンテ出身のプロバスケットボール選手。NBA のワシントンウィザーズに所属している。ポジションは、ポイントガード。ブラジルポルトガル語の発音の関係で、NBA.com 日本語サイトでは、ハウルネトと表記されている。2008年、2008から09フィバ、アメリカリーグ期間中に、 ブラジルのミナステニスクラブから16歳でプロデビューしたネトは2011年にスペインに渡りサンセバスティアンギプスコア BC と契約。主力として活躍し、後に2013年の NBA ドラフトでアトランタホークスから指名され、交渉権はユタジャズに移動。ネトは2014年8月に CB ムルシアと3年契約を結んだものの、 2015年7月9日にユタジャズがネットの契約権をバイアウトで買い取りネットと契約を結んだ NBA ルーキーシーズンの2015から16シーズンは JPG を予定していたダンテ・エクザムが左膝を負傷したためにトレーバークを差し置いて開幕戦のデトロイト・ピストンズ戦でスタメンで起用され8得点3アシストの記録 2016年 NBA オールスターゲーム前夜、祭りのライジングスターズチャレンジには、チームメイトのロドニー・フット、トレイ・ライルズと共に、世界選抜チームの一員として出場するなど、ルーキーシーズンは、チームサイトの81試合に出場した。しかし、2016から17シーズンは、エクザムの復帰や、ジョージヒルの加入もあり、40試合の出場に止まった。コートビジョンに優れ、 アスセンスを生かしたプレイメイクを得意としている。2010年にブラジル代表にデビューし、2010年バスケットボール世界選手権に出場。2012年のロンドンオリンピック、2014年フィババスケットボールワールドカップ、自国開催の2016年リオデジャネイロオリンピックにも出場している。ありがとうございます。